プレッシャーかける、戻す、それやりたいのよ。はい、カジノ、あれは1個、もう1個前からやって。いや、もう戦車って言ったんだもん。Jリーグクラブ監督、須藤大輔。およそ2時間かけて山梨県の自宅からクラブのある静岡県藤枝市に通っている。やっぱもうピリピリしてるじゃない、監督って1回の練習に魂込めるから、外すり減ったものをこの1時間いや2時間で回復させるっていうのにしてます。癒しは愛犬との散歩。帰りはもう間違い これは藤枝前 FC 監督須藤大輔の日常に密着した映像、貴重な映像です。ぜひご覧ください。今シーズンの目標はやはりもう周りが何と言おうと我々は J1 昇格を目指していきます。須藤大輔46歳、現役時代はフォワードとして水戸ホーリーホックでデビューし、湘南ベルマーレ、ヴァンフォーレ甲府、ヴィッセル神戸にプレー。2010年藤枝前 FC を最後に現役を引退。2021年7月当時 J3 の藤枝前 FC 監督に就任。超攻撃的エンターテインメントサッカーをキーワードに、見る者を楽しませるサッカーを披露。翌22年には J2 昇格を勝ち取り、初挑戦となった J2 では12位という結果へ導いた。そんな須藤監督に選手たちは。選手がこうついてきたくなるような監督だなと思います。優しい上司みたいな理想な感じではありますけど、人としてもとても尊敬できますし、須藤さんの下でサッカーできるのってとても幸せだなと思います。スタッフからは、僕たちフロントとしてもすごいこうチームをお任せしやすいというか、信じて支えていくことができるなっていうふうには思います。お兄ちゃんって感じです。兄貴みたいな返事、あの褒め言葉 100% です。サポーターからは、言うことがはっきりしてます。最高ですね。リーダーとしてあの素晴らしい方だなと思います。本当に須藤監督でよかったなと思います。尊敬され親しみもあり愛される須藤大輔監督、その魅力に迫る。毎日甲府から2時間弱ぐらい片道かかるじゃないですか、うんうん、その時間って何されてるんですか。もういろんなこと考えてたり、今日こういうこと言おうかとかの練習もしてるし、うん、例えばじゃあミーティングでこういうこと言おうっつって、ここで演説一人演説もしたり、そうするとすぐっすよ、すぐ。なんで通いにしてるんですか。だからやっぱサッカーは一番だけれども、それと本当同等ぐらいに家族と一緒の時間っていうのも、俺の中では大事だし、今も藤枝前 FC のこう止めさせてもらうとこがあって、社宅にね止めさせてもらって、試合の後とかはやっぱ止まるんだけども、なんかやっぱ寂しいっていうかね、こう生きがいっていうのはどこなのっていう感じになる時もあるので、もちろん時間的には本当に辛い時もありますけども、それよりも帰ってくるで家族のこう、まあ、団らんかな、はい、っていうのですごくこうまた頑張ろうっていう気にもなるし、そこからいろんなヒントをもらえてるなっていうのはありますね、うん、家族思いの優しい表情を見せる須藤監督。しかし、だから潰さなきゃいけない、失っちゃいけない、通さなきゃいけない。遅い。全然違えぞ、あっちと。こっちもね。須藤監督を知る者は、彼のイメージに対し、まず最初にこの言葉が出てくる。とにかく熱い。熱。情熱。
感情的になることもありますけれども、まあ、そういった部分とかもすごい熱くて、まあ、自分たち選手にもすごいそういうのが伝わってくるんで直にダイレクトに、だからそういうところとかはすごく自分はいいなっていうふうには感じてますけども。山形戦のハーフタイム、前半に怪我してハーフタイムで、去年5月山形戦で靭帯断裂の大怪我を負い、残りのシーズンに出場することができなかった杉田選手。その時の須藤監督の言葉が今でも心に残っている。自分が一人でロッカーにいた時、みんな帰ってきて、まあ、須藤さんがこう泣いてくれたっていうか、なんかこいつを J1 に連れていくぞっていうのを、まあ、みんなの前でこう本当熱く言ってくれて、うん、だってあいつ怪我して清水戦の前ですから、やっぱハーフタイムでもう泣きじゃくってましたし、あれは俺も今でも鮮明に覚えてるし、やっぱ選手にとってのね、やりたい試合っていうのが必ずあるわけで、そこにすら立てないっていう状況になってしまったんでね、まあ自然とそういう言葉が出たかなと。なんかこう選手のために泣ける監督というか、そんな人は初めて会ったんで、本当に感動したし、大事な試合に自分は出れないですけど、本当にチームをこう応援しようっていう気にもうすぐその時になれましたね。須藤監督の選手を思う熱い気持ちが信頼へとつながり、藤枝真由志の原動力となっている。俺は悔しいです。情熱の男須藤監督の癒しは愛犬との散歩。やっぱね、可愛いのよね。もう帰るとブワーって尻尾振って迎えに来てくれるから、それはすごいなんかね、癒されるね。めっちゃポジティブだと思います。とにかく選手のストロングな部分を見てくれますし、みなぎった自信っていうのがこう若い選手やチームにすごい、なんていうんですかね、あの活気を与えてる。そのポジティブな言動は須藤監督の経験から来ている。それは OK だよ、狙いは OK だよ。狙ったミスとそうじゃないミスは違うぞ、明らかに。ミスとかね、だからそういうのは絶対責めないけども、やらなくなるとか、諦めるとか、辛いからこう人任せにするとか、そこはもう怒りますね。怒りますっていうか、もう暴れますね。自分がね、選手時代もやっぱそういうので少しこうネガティブなプレーとか、もう自信失った時とか、もうサッカーしたくないって言った時があったんで、もうそういうのは選手には感じてもらいたくないっていうのが一番にあります。2021年、藤枝真由 FC の監督に就任してからの最初のミーティングで、須藤監督が流した動画が選手たちの心をつかんだ。This is me って、なんか自分を表現しろみたいな感じの映像だったんですけど、覚えてます、印象に残ってます。 Greatest Showman じゃないですか、こういう映像とか使ってなんかこう奮い立たせるのがうまいなとは思いました。 Greatest Showman が今の本当藤枝の僕サッカーのなんだろうな、語源じゃないけど、そういう、まあ、核になってるものなので。グレイテストショーマンとは、失敗を繰り返しながらも決してくじけない主人公が、個性を持ったエンターテイナーを集め、型破りなショーで人々を驚かせるミュージカル映画。我々の藤枝真由 FC ってもしかしたらこう、ね、まあ、雑草とか、ちょっとこう挫折が多いっていう子が集まってきてるっていう集団だったんですよね、そこがね。ただでもその中にはやっぱりストロングの部分すごいいいものを持ってて、でもちょっと自分に自信なさげな選手たちがいて、そんな時にその This is me っていう、
メイキング映像のところが映像を流して、いや違うんだよって、自分は自分で輝ける場所があるんだからそこで輝こうぜっていうのがやっぱ藤枝のサッカーの根本にあるっていうかね。チャレンジしようとは思いました。ミスしないように、ミスしないようにとかいう安牌なプレーを今までしてたんですけど、自分を表現したいってこう強気な気持ちになったと思います。もちろんウィークな部分ありますけど、まあ、それよりもまずはしっかり自分のストロングの部分出して、こう臆することなくそれを今でも意識しながらやってます。そんなポジティブな言葉で選手たちを奮い立たせる須藤監督だが、決して順風満帆なサッカー人生ではなかった。高校3年生で靭帯損傷の怪我を負い、大学でサッカーを続けるもプロからのオファーはなし。多くのセレクションを受け、ようやくプロサッカー選手になった苦労人。やっぱそういう挫折の時にやり続けたことっていうのが今一個一個つながってるんですよ。大きくジャンプするために一回しゃがんでるんだよっていうふうに捉えられるようになったので、ネガティブなことは一切ないのです、この世の中にはっていう思考です今は。熱くてポジティブな須藤監督、藤枝前 FC 練習場のスタッフルームでは意外な一面を知ることができた。こうやってテレビ回ってると、あのすっごい真面目なコメントしますけど、あの回ってない時はふざけてしかないんで、あのそれがテレビでは出せないみたいな、ちょっとシャイなんですテレビでは出せないらしい。シュッとしてちょっとスタイリッシュでかっこよくしてるけど、まあ、僕らの前ではそうじゃないっていうのが、下ネタしか言わないんで下ネタがだから多いんですけど、あの試合で負けても2秒後ぐらいそれ言ってくるからこの人すげえなって逆に思っちゃうんですよ。ようそこ切り替えられるなとか、監督ってよりなんかお兄ちゃんって感じです兄貴みたいな。だからそこは最大リスペクトじゃん。だからなんか要は遠くないっす、すごい距離近いんで、言いたいことも言いやすいですし。あ、須藤さん。あ、須藤さん。ちょっとインタビュー受けてる須藤さんも撮らせてもらいます。らしいね、このねインタビューを受けてる、いつも取材している我々メディアから見てもその距離の近さをよく感じる。悪く言うとみんな真面目すぎる。でよく言うと本当規律が整ってしっかりと自分を律する選手が多かった。はっきりと明言する須藤監督の言葉はメディア受けがいい。そして取材後の彼もメディア受けがいい。すぐ、まあ、今焼酎のなんか、ね、今日あれのもね黒豚がうまい。食った。まんまけ。おお、空港で飲んできたでしょ。飲酒で黒、飲酒で黒。飲酒ですよ。彼の周りには笑顔が絶えない。三五、三五、三五、お手、三五お手。あれ、無事あれ、ね、しないよな愛犬は言うことを聞かないが、選手からの信頼は絶大だ。今シーズンの新加入選手に前 FC に来た理由を聞いてみると、ここだったら成長できるっていう熱い気持ちと、その選手との距離感だったり、すごい一人一人をしっかり育てようっていう強い気持ちを感じたので、須藤さんの元でやりたいなっていう思いで決めました。須藤監督の指導を求め戻ってきた選手も、変と熱いですし、あの優しいですし、なんかそういう人としてもとても尊敬できますし、サッカー選手やっていく上で須藤さんの元でサッカーできるのってとても幸せだなと思いますので。
自分のサッカー人生を託す選手。本当に自分の人生全部かけて、プライドも何も全部捨ててって考えた時に藤枝でしたね。映像を作ってくれてた自分のプレーと、まあ藤枝の方がこういうプレーするみたいな、あ、そんなとこまで自分のこと見てくれてるんやっていうのと、まあ、そんだけ見てくれてるんやったら、まあ、本当に成長できるなっていうのは思って、響いたっすね、深かったっすね。実際入っていろいろ話してみて、はい、印象変わりました。ちょっと怖いんかなと思ってたんですよ、まあ、イージーっすね、あんま怖くない、まあ、いい意味でね。これは藤枝前 FC 監督須藤大輔の日常に密着した映像、貴重な映像です。ぜひご覧ください。こっちに気づいたようです。あ、これ聞きたいんですよ俺、池オジの監督に聞きたくて。アラフィフですよね。いや、アラサーだよ。え、本当は何歳ですか？ 40? 気持ちは25歳ですけど。そうそうそう、よく知ってるじゃん。昨日言ってたんで、しつこいぐらい言ってたんで。え、何歳でしたっけ本当は？ 46歳の人って 何聞くんですか、歌で言うと。歌？最近の歌とか聞くんですか？もう夜遊びとか聞くよ。あ、ちょっとなんか頑張って最近の最近の歌詞言ってみたみたいな典型ですね。あと、例えば夜遊びとか誰ですか？アド、おー、頑張って、アドが桑田佳祐。うわ、すごい、セリューのお箱じゃないですか。マジで？セリュー監督の、監督桑田佳祐好きらしい。桑田佳祐じゃん、サザン世代だな。サザン知らん。世代だわ。しょうもサザン知ってるやん。え友達が。やっぱいいですよね、この雰囲気が。藤枝前 FC の友達だ。だ、監督と選手が仲いい、この雰囲気最高っすね。まあ、これも須藤監督の、まあ、人格者、須藤大輔のなす、まあ、素晴らしいいいチーム雰囲気ですね。超攻撃的サッカー、エンターテインメントサッカーをパワーアップして、見ている方にね、こう感動や勇気や希望っていうのを与えたいと思っております。もちろんありますけれども、須藤監督の言葉には人を引きつける力がある。言葉のセンスとかがすごいあるから伝わってくるんですよね、すごい。僕はちょっとこう恥ずかしくて言えないような大胆なことも監督はもうはっきり口にして熱狂的な空間を作り上げる、まあ、エンターテイナーな人だなっていうふうには思います。心に響く須藤監督の言葉、そのルーツとは。甲府の自宅を訪ねた。ようこそお越しいただきました。来ちゃいました。はい、来てください。お願いします。はるばるね。めちゃくちゃおしゃれですね。いやでもね、もうね、荒らされてるんです。全然うちとサンゴに。で、こっちですね。こっちが書斎です。ここで作業してます。ここで座って寝てます。こうやってどんな感じで普段やる？いや、普段こうここでまあ映像見ながら、なんかこう作戦ボードとかアナログなんで、手書きでメニュー作って置いて、これをじゃあ今日やりますよっていう風にしていくっていう。やっぱこれこんな感じでメモ書きである。もちろんもうちょっと綺麗よ。もうちょっと綺麗よ。こんな感じで、いつも言われてんの、スタッフに、はい、おい、また宝の地図が来たぞっつって。解読がっつって。なんかすごい手書きの。あ、そう、これ汚いから、これはダメだって。これはそこの言葉は気に、これが一番もう書き殴っただけだけどね。会社とかでこれが足りないから、じゃあこういう仕事をしようっていうのもちろんあるんだけども、それってもしかしたらなんか生き生きと生きられないよね。だから常に自分の好きなことを全力でチャレンジしていきましょうって、俺はそういうふうに捉えて、俺はいつもこれを見ながらね、やってます。何でこう見つけるんですか、こういう言葉って。まあ本ですね。本から取ってるなっていうのはあります。だから本当これが俺最近はね、
って嫌われた監督とか、あと風間さんの本とかもすごい面白くて、これのね、固定観念にとらわれないっていうね、パン屋でおにぎりを売れとか、あ、そういうのも読むんですね。そう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 、あとまあ論語とか、最魂胆とかで、やっぱり自分がこう選手の時もすごく苦労したこともあるから、やっぱそういう時に、あ、こう今このタイミングでこの言葉だなっていう時は絶対いつ来るか分かんないから常に準備しなきゃいけないなとは思ってます。まあ、準備するために読んでるっていうんじゃないけど、自分のこうなんだろう、大きくなりたいからとか、自分がこう沈んだ時に勇気を持ちたいからっていう意味でも見てるかなっていうのはありますね。家族の前では本当のオフの須藤大輔を見ることができた。その普段の須藤さんってどんな感じですか、家の中で。もう正直言ってやって、もうめちゃかっこいいとかさ。いいの言っちゃって。言っていいよ、もう言ってみたら言ってください、もういいよ。そう、もう普段はね、なんて言うんだろう、廃人抜け殻状態廃人だって。でもサッカーを取ったら何も残らない。ほんとそうだよね。そんなこと言われていいんですか。いや、いいです、本望ですよ、サッカー人としては。監督してる時の須藤さんってお二人から見てどうですか。まあなんか違う人って家での感じと違いすぎます。全く違いますね、本当に。それはでもどうですか。かっこいいと思います。すごいね、っていうことにしとこうが。お父さんとしてはどうですか。私がやりたいこともすごいリスペクトしてくれて、あとアドバイスもしっかりくれたりとかして、今やりたいこともしっかりできてるんで、すごいお父さんだなって思います。いいぞ、後でジュース買ってあげるな。3本ぐらいね。3本ぐらい。完全にオフになれる家族とのこの時間をとても大切にしている須藤監督。ここで充電してまたグラウンドで熱を発する。須藤監督が最も熱くなる場所。今シーズンのスタートを前に藤枝前 FC のホームスタジアムが改装された。1万人以上の観客が訪れることが可能になった。いやー、本当にワクワクするというか、本当非日常空間を味わえるようなシアターが出来上がったのかなと思ってます。須藤さんにとってサポーターとはどんな存在ですか。もう熱ですね、自分の熱をこう増幅させてくれる存在であり、やはりこう苦しい時も楽しい時も嬉しい時も悲しい時も一緒に過ごしてくれる最大の仲間でありますから、我々チームとサポーターが一体となってこのね、スタジアムを歓喜の渦に任したいと思います。須藤さんにとっての This is me は何ですか。うん、やっぱ何度踏まれ続けても何度打ちのめされても諦めない、自分の限界値の限界を超えていく、それが私の This is me ですね。